株式会社三井金は調味料と納豆を主力製品とする株式会社三井金ホールディングズ傘下の大手食品メーカーである。資産管理部門の株式会社中野ステンなどと三つ間グループを形成している。愛知県半田市中村町2丁目6番地に本社を置く。半田運河沿いに残る倉庫群三井金ミュージアム。 江戸時代中期の1804年、中野又左衛門により終わり国地多郡半田村で、酒造業として創業。以後、代々社長は中野家が務めている。1923年、株式会社化。この地域で盛んな、日本酒の製造後に残る酒粕を用いて巣を作り、米を用いた巣より安価であったため、江戸庶民に酢子が普及する要因となった。1887年、 三本線に丸をつけたロゴを商標登録。なおロゴの三本線は中野家の家紋が由来であるが、巣の命でもある、味、引き、香りの意味も持っており、下の丸々は天下一円を意味している。1965年頃からは、ロゴを冠した三つ冠巣の放浪看板が全国各地で取り付けられ、現在でも地方では残存している。 1986年には、日本唯一の酢の総合博物館として、博物館、酢の里を開館した。生産している酢は他社に比べ、より酸味が強いのが特徴。日本における醸造酢のシェアは高い。第二次大戦後、加工、チルド食品に参入し、1964年に、瓶詰めの味付けポン酢の元祖となる、密館味ポ本、1982年に、 混ぜ込みふりかけのおむすび山、1988年に麺つゆを発売。1997年に朝日食品を買収して納豆の製造、販売に参入する。酢の発酵技術を使用した納豆の金の粒シリーズは、首位の高のフーズに次ぐシェアを占めた。2009年には経営破綻した、クメ、クオリティプロダクツの主力商品である、 クメ納豆の商品販売検討を買収し、密館を通じて販売される。2011年には、朝日松食品株式会社から、納豆一ブランドの納豆事業を引き継いだ。納豆金の保有数も日本一である。聖酒・国制を展開している中野酒造はかつては密館グループであった。直接の資本関係はないものの、若干の人事交流や一部業務については、 協力している。なお、中野家は、同郷の森竹とかつて人的関係があり、一時期、ソニーの大株主に名を連ねていた。家庭用のシズは、密ンブランドが、世界的に非常に有名で、どこの国のスーパーでも入手することができる。1998年に、それまで、株式会社、中野ステンを中心として構成されていた、密館グループを、戦略策定。 海外事業統括を行う株式会社、密館グループ本社とその参加にぶら下がる事業カンパニー、機能カンパニー群に再編し、中野ステンはグループ本社参加の資産管理会社となっている。創業200年を迎えた2004年6月、CI 及びグループビジョンを導入し、英文社名が密館から、3つ金へ、標準的なロゴタイプが密館から、 三つ金に変更され、また広告では、コピーライターの岩崎俊一による、やがて命に変わるもの、というコーポレートメッセージが併記されている。ロゴデザインは、細川デザイン事務所によるものである。連結売上高は千億円を超えるが、今なお、中野家の同族経営が維持されており、株式非常上である。四季島製パン創業にも参画した。 2014年3月1日、グループ統括会社の株式会社、密館グループ本社が称号を英字表記の株式会社三キ金ホールディングズに変更した。三キ金ホールディングズは商標の管理も行っているため、テレビ CM の最後には、は、三キ金ホールディングズの登録商標ですの文言が入っている。2017年3月1日、株式会社三津金さんみ。 株式会社、三キ金、株式会社、三つ金三味プロ、株式会社三つンフレシアの4社を統合。存続法人となる株式会社三つ金三味の社名を株式会社三キ金に変更。三つン水の文化センターを有し、山林の育成、ビオトープの解説など、環境活動も行っている。2011年、 チリソースメーカーのアメリカのボーダーフーズ2012年イギリスの食事ブランドサーソンズとデュフレピクルスブランドのヘイワーズ2014年ユニリーバからパスタソース事業ラグーとベルトオリオ買収したありがとうございます